はい、こんにちは、竹下敦です。今日はね、飼っているウリさんという、猫のお誕生日でして、ウリ君、お誕生日おめでとうございます。今日でね、6歳になりました。6年前にね、偶然、中原街道でね、道路で捨てられているウリ君を拾いました。ちょうどね、信号待ちで、前の車がいたんですが、その後ろに私は車運転して止まっていたんですね。その日雨でして、今日と同じように前の車が突然発進の時に車線を少し変更したんですよ。変更したということは、何かそこにね、落ちているものがあるんだと思って、すぐにハザードを出して車をそこで止めたんです。そうしましたところ、猫らしき、生きているか生きていないかわからない小動物がね、ポンとそこにいたんですよ。で、とっさに車を降りまして、その猫を拾いました。その時はね、生きているのか死んでいるのかわからないような瀕死の状態でした。で、当然捨てられたと思いますが、でそのまま石川台にある動物病院へ、その猫を連れて行きまして、私はね、当時飼うつもりはなかったんで、動物病院に連れて行って、この猫を保護していただけますかと申しましたところ、突然ミルクの与え方を教えられたんですよ。こうやってね、注射器みたいなこうものでこう口を開けさせてミルクを注入、口で注入させるんです。で、早いうちからね、おトイレのしつけはした方がいい。で、そうですかって聞いてたんですけど、じゃあお会計が1万5000円ぐらいだったかな、になりますって言われて、でちょっと待ってくださいと。この猫は私が飼うんですかと申しましたところ、いやだってこのままだとこの猫保健所で殺されてしまいますよ、せっかく拾ったんだから飼ってみてはいかがですかと言われまして、全くね、猫を飼うつもりなんてなかったんで、あくまで助けたつもりだったんですが、結果的に車に乗せまして、家へ連れて帰りました。その時の写真がね、こんな状態ですよ。でこれでも一応こうふきふきしたんですよね。どう扱っていいか分かんない、洗っちゃっていいものかどうか分かんないんで、もうあまりにこうバチかったんでね、お医者さんの方でもちょっとこうふきふきしていただいたんですけど、家へ帰ってきてちょっとこうタオルでふきふきってしたところ、意外とね、落ちてた時は汚い猫だなと思ったんですけど、結構こう毛並みが良かったりして、結構綺麗な猫だったんですね。で、びっくりするぐらい耳が大きいのと、あと、完全な日本の猫ではなくて、尻尾がこう巻き尻尾だったんですね。なんですが、おそらくその根血の猫だったと思うんですね。で、ウリ坊、
イノシシなんかはね、ウリ坊に色が似てたんで、ウリと名付けて、これはもう飼うしかないなと思って、飼うことにしました。で、家内にね、この写真を見せて、いや猫拾ったんで、飼うことにしたいんだけどいいかなって申しましたところ、すごいびっくりされまして、そんな猫なんて飼えるのって言われたんですよ。で、私もともと猫アレルギーで、私の師匠であるね、中南米音楽家のレイ・アルフォンソ・ショーダさんのお宅にいつも猫がいたんですが、猫をこう触ったりとか、こう毛とかがね、こうついたりするとすぐこうブツ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 ってこうアレルギー反応が出てたんですよ。なので猫なんてとても飼えると思わなかったんですが、不思議なもんでね、子猫の状態から、自分でミルクを与えたり、おトイレをしたらその始末をしたりね、してるうちにもうアレルギー出なくなったんですよね。不思議なもんですね。そんなわけで、今日は、黒沢ガキさんから購入して、リペアしていただいたこちらの、ブルガリアの、オルフェスバレーギターズのギターで、今朝、ウリー君へ向けてハッピーバースデーソングを歌いました。ぜひよかったらね、聴いていただいて、YouTube のね、こういういいねボタンをプチッてやっていただけるととても励みになりますので、ぜひプチッとクリックしていただければと思います。今回ね、とても丁寧にリペアしていただいて、フレットのやっぱり高い方のっていう高いところの音がね、なかなかピッチが合いにくかったのと、あと弾きにくかったんですが、もともと私の師匠であるレイ・アルフォンソ・ショーダ、中南米音楽なんで、どうしてもギターの弾き方としてはフラメンコ的なんですよね。で、きちっとそのどういう成り立ちで私がギターを弾いてるのかを説明した方が、理解していただきやすいと思ったんで、もともと弾いていたギターがフラメンコ的に設定されたギターを幼少の頃から弾いていたので、いわゆるコンテストなんかにね、出るタイプのギタリストとは違うので、弦の高さ、このフレット指板から弦までの高さを、ノイズであったり、あと、スケールで測ったりするんですが、測った時に一般のそのコンテストに出るようなギタリストよりははるかに低いかもしれませんという説明をしたところ、あ、なるほど、それでそういう弾き方なんですねとすごく理解してくださいまして、見事に、調整してくださいました。本当にありがとうございます。これからね、また季節も変わって、いろいろね、楽器っていうのはやっぱ木でできてますから、いろんな部分がこう狂ってくるわけですね。そういった部分もね、乗り越えて、大切に使っていただきたい、大切に使っていきたいと思います。そしてね、偶然にも今日は母の命日であります。天国にいるね、母も、きっと喜んでくれていることと思います。それでは、竹下敦でした。今後ともね、ぜひ YouTube チャンネルの方、ご覧になっていただいて、お気に召したら、いいねボタン押していただけると励みになります。今後ともよろしくお願いいたします。竹下敦でした。